北欧デンマークで突然変異した新型コロナウイルスが農場のミンクから人に感染したことが確認されました。これを受けデンマーク政府は4日、国内で飼育されているミンクおよそ1700万匹を殺処分すると発表しました。デンマークはミンクの毛皮の世界的な生産地として知られています。